さんとももさん、タワーありがとうございます。スーさんさんもありがとうございました。そうそう、小豆島、終わります。バイバーイ、ありがとう。握手会のお礼はまた今度します。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございました。お邪魔しました。イエーイ、イエーイ。映っとった。映ってる。こんばんは、ゆみりんが9時半お知らせします。お、お邪魔してます。ここなんだっけ、なんだっけ、さっきみちゅりんか。みちゅりんよくない。さっき密林って言われとった。密林。密林。今村美月ちゃんです。イエーイ、お邪魔します。みちの方から乗り換えてきました。お、ありがとうございます。みちファンの方かな。じゃあ移動。お、すごい、みんな移動。みんな移動。今村美月ちゃんです。私がよく話してるショールーム。マジ、お邪魔します。村だよりのみちちゃんです。そう、イエイ、初めて。そうだね、さっき自分なんですけど。なんだろう、じゃあこれ初めてっていうのかな、2回目っていうのかな、なんて言ったらいいんだ。初めての日。初めての日、キリンです。よろしくお願いします。ユミリン要素ないけど。だってリン、リンリン、いやもうユミチュ、ユミチュ、あ、ユミチュ。変更。ナイス、さすがミチュ。できる。耳になった。ユミリン髪巻いてるじゃない。はい、そうなんです。これは石田みなみちゃんとまひなちゃん、谷口まひなちゃんに巻いてもらってるんです。もう耳中、耳中頭っぽい。ありがとうございます。ユミチュいいね。ね、ユミチュいいですよね。ユミチュいい。ユミチュ、ユミチュって書いてあったんや。あー、なるほど、教えてくれたのね、うん、この方々が、うん、このありがとうございます。ありがとうございます。ミチュ、ナイスミチュ。そうです、ナイスミチュの、あの今村美月ちゃん。ナイスミチュの今村美月ちゃん。なんだこれ、なんだこれ、綺麗。カップル感がすごい。だって、どっちが男、どっちが男。はい、あいか、あいか。ミチュ男になりたい。ミチュ男になりたい。意味がわからない。ダメよ、ナナさんがおるもんね。あ、そっか、ナナさんがいるもんね。ナナさんがいます。私トラブがいるから。あ、トラトラミチュだもんね、トラミチュ。ここはペット、うん、ここはペット、ペッペットペッペッペット、ペット、あ、ペットか。ペッ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 トか。ごめんなさい、ごめんなさい。やぶした。やぶしたは。やぶしたはね、いとこぐらいかな。あ、いとこか。え、じゃあ私は、私は。ええー。ユミリンは近所のお姉さん。血つながってなかった。ユミリンね。血つながってない。あ、じゃあ、うん、あのなんか気になる先輩みたいな。うん、学校の。いい人ね。まあ。血もつながってないけど、どっちにしろ。すいません、待って、ちょっと難しくない、血つなげるの。なんだろう、甥っ子とか。一応なんかどっかにつながってるよね、甥っ子って。多分姪っ子、姪っ子、違うか、姪っ子、甥っ子。甥っ子って自分より下ってこと？甥っ子っていうのは自分の兄弟の子供、自分の兄弟の息子だから。まあ、上の時もあるし、あ、上の時はないか、うん、あ、でも上の時もある、うん、まあ、例外としてはとこ、はとこ、あ、いいね、はとこも血つながってるね、一応。そうね、うん、まあでも気になる先輩、もしくは金ちゃんのお姉さんってことで、私はそうなんですね。うん、理論上はある。しずきのおばさん、おばさんじゃないよ。おばさんじゃないよって、ほら、めっちゃ優しいでしょ。駅でよく見かけるお姉さんみたいな。誰だろうみたいな。関わりはないが。関わりはないが気になる。気になるお姉さん。気になる先輩も、なんだろう、関わりはないが気になる先輩なんだよね。だから、
なんだろう、基本的になんかあんまり関わりがない関係なのかな、私は。まだ、これからこれから、これからなんだね。これからだ、これから。めっちゃ他人って。あ、昨日から他人すぎるって。違うよ。どんどん関係が遠くなっていく。あ、JR の掃除の人って、あれすごいんですよ。なんか時間内に終わらせないといけないから、新幹線のやつ。あれね、座席のそうそうここそのうやそうつ、そうパッそう、パッパッパてやパるやパパつよって、すごいなって思う。私あれ多分できない。ね。やりすたい、ごいでです。も。私それよりはね、社内販売やりたい。お茶、売れそう。冷凍いかがでしょうかーって。いいじゃん。めっちゃやりたい。やってほしい、やりなんたか。い。やりたいけどさ、あれってさ、全部値段とかを一応覚えないといけないじゃん。確かに。多分そこで会うと。難しい。こちらのお菓子、少々お待ちくださいって、この値段表、いくらですみたいな感じになっちゃうのと、あとは人が前から来た時にうまく避けれない。あとは、すっごい思うんだけどさ、時々さ、足出して寝てる人いるじゃんか、通路に。あれ時ってちょっと困るよ確かね。に。どうしてるんだろう。どう難してるんしい。だろうな。あ、今、確保のメール来たって。あー、5通目が届いたんですね、今。自分のメール送ろう。あ、送ろう。何通目、今。何通送ったんじゃろ、今日4通ぐらい送ったもん、多お、分。じゃあ次、みーちゅが今、5通目送っ1、2、てます。ムラメール取ってる人。違う、5通送っとるわ。あ、じゃあ6通目だ。そうですムラね。メール送ってる人、ぜひ。楽しみにしててください。あ、昨日の AKB 賞見たよって。あ、ありがとうございます。ふーちゃんと一緒に行ってたやつ。そう、占いよりって言うんですよ。ミチュメールの魅力は？魅力、難しい。そう、でもね、ちょっとね、悪いところがよくあるんよ、自え、分なにの。なになそに？れでね、ムラがあるんよね、日によって。めっちゃ遅れるときと遅れんときがあるんよ。まあ、だっ学校てがね、あって忙しさ、かったりね。学校で携帯持っていけんけんね。そうだよ、高校生だもんね、だって。一応ギリギリ。まギリギリ。だ。で、送るときはめっちゃ送りますので。ああ、今土村だ日けにと村かが。ね。ああ、今村だけにムラが。あ、だからムラメールなの？そう。村あ、ムメール、そう。ラがあるからムラメールな違の？うよ、それ。そこまで考えてない。と、今村のムラそうをそうかけそうそう。て、まあ、ムラがある今村のメールみたいな。昨日誕生日って。いや、誕生日おめでとうございます、昨日。アミカン？アイコンが可愛いね。おめでとうございます。おめでとうございあります。がとうございます。あ、メール来たよって。さっきね、未知の配信の隣でずっと打そうった。そうそう。夢への実習の先生か。ああ、それなんか今日も言われた。あ、それはあれかな、村メールに乗るやつかな。ちょっと前髪ちゃんだ。なんか昨日初めて行ったけどまた行きたくなった、だって。おお。ぜひぜひまた行ってく私？だあさい。うん、りみがちとうごの。ざいます。ぜひぜひ。村だより耳に、そう村そうだよそりう。に来ますよ。ユーミン登場。でも登場したことあるよ。送ったことあると本当に思う。嬉しい。飛行機の中ですか？だって。ああ、飛行機の中だったら漏れなく多分座席に座ってますね。ユミ、奈々さん誕生日会するの？したい。したいけど、するんだったら多分本人不在の誕生日会すると思う。そしたら。ケーキ作って。ケーキ作っ奈々て。さんの顔のやつ。それなんかただのファンで私。でもみんな絶対するでしょ。7日に絶対ケーキ食べてさ。絶対するでしょ。なんか、あれ、生写真とか立てらしたりとかしてさ。おめでとうって。私もしよう。何食べようかな。まあ私がちょっとケーキ食べたいっていうのもあるんだけど、そういう口実で。
ケーキ。ああ、チョコミントケーキ。そしたら今からもう予約しないといけない。チョコミントケーキってどこで売ってるんだろね、あるんかな。うな。あるのかな。あそこのアイス屋さんありそうだな。数字のアイス屋さん。31日に31%オフになるアイス屋さん。ありそうじゃない。そうね、ありそうじゃない、あそこ。今村さん、今村、STUL。送ろうとしてます。送ろうとしてます。あ、え、タワーが。もう。あ、ちょっと、ユーゴスとか間違えた。あ、ありがとうございます。ケイチさんと、ケイチさんと、ハルミンさんと、マーボーさん、ティフ T シャツのオタク。ありがとうございます。ありがとうございます。なんで、嬉しい。あ、ソフトバンクだと無料の日がある数字のアイス屋さん、それですね。ありそうじゃない。チョコミントのアイスケーキあるんですか。どうだろう、ありますか皆さん。あ、道効果ね、ほんとね。だって私そんなあれだよ、多分道効果だね。ありがとうございます。嬉しい。巻き紙記念だって。あ、巻き紙記念、弓中配信記念です。だってハルミンさんも、やった。嬉しい、ありがとうございます。みちの髪の毛静電気どうしたの。へばりついたんかな。静電気や。ホールで来るけど一人で食べれるのって。ああ、全然一人で食べますよ。本当に美味しいもんね。うん、美味しいもん。全然逆に一人で食べきれなかったら溶けちゃうもんだってね。毎回巻かないとね。毎回巻いたら、でも私一人で巻けないから、これ毎回誰かに巻いてもらうことになっちゃう。かわゆーって、ありがとうございます。今日もチョコミント食べてるよ。私もちょっとすごい影響される人だから、最近ちょっとチョコミント食べる。美味しいよね。美味しい、美味しい。あ、冷凍庫スイッチオフだからね。あー、うちね、冷蔵庫あるんだけどね、電源ついてないの。なんで、やばいじゃん。腐るじゃん。使わないから何も入ってない。何も入ってない。意味がわからない。なんで入れんの。何も入ってないの。なんかでもね、あれよね。うん、そっか。いや、全然なんかね、このお仕事始まる前から入ってないの。あ、そうなん。うん、別にそんな、なんだろう、広島にいる時間が短いとかじゃなくて、なんか使わないの。ただのなんか物置っていうか、何も入ってないかな。経済的。そう、エコなんです。エコなんです。エコリン。そうだから本当に、だから、でもうち冷蔵庫がちっちゃいから、冷凍庫もちっちゃくって、アイス入んないの。アイス入れてもね、なんかこんないんだよね。意味わかんなくなる。弱い。意味わかんなくない。そう、すぐ食べるし、そうなんです、すぐ食べるし。使ってくれんけんじゃない、いつも使ってくれんけん。なるほどね。ハブてたね。なるほど、クソ。凍らしてやるかみたいな感じで。なるんだ。缶詰食べるってこと。おー、でも缶詰はこの前マンゴーのね、缶詰をショールームで食べました。夜中に。食べた。冷蔵庫の逆襲や、ほんとですね。みちゅ手振ってだって。じゃあ私が。じゃあみちゅは今メールってるのでね、あの村だよりってる人は、ちょっとしばらくこの、なんだろう、この素敵な、あの伏し目がちの顔をしばらくご覧ください。意味でめっちゃ白いね。なんだろう、黒いんかな。違う、多分ね、これホワイト。あれ、どの辺だろう、どの辺、この辺、こっちかな、こうかな、どうだろう、わかんない、ごめんね。みちは白いからね。黄色いって。黄色いって、多分それライトのせいだよ、絶対。あ、指にもこもこって。そう、ちょっと前から上着着てんの。ユミリン、また、メールの答えが来てないよって。
また何ですか？そう、私なんか例えば服だけ送って、これ誰でしょみたいな感じで送ったらそれで終わるの。やば。そうそう、そうなんです。またなんだ。うちのこたつまいこなん、いこ。そう、なんかね、去年のね、クリスマスにサンタさんがね、家に帰ったらこたつ置いてくれとったんよ。すごい。そう、それでね、なんかでも去年は家の部屋が広いところで、最近狭いところに移動したんよ。その時になんかブラブラしてるのが嫌でさ、こたつのコードをこたつにぶら下がっとるじゃん普通、それ取ったんよ。取って自分がどっかにやって、で最近こたつ出したけどコードだけないんよ。どっかにやったから。そう、どっかにやって、でめっちゃこたつの中だけどあったかくならんくてさ、でもなんかそのかかっとるぬくもりでちょっとしのちげょっととるって布団感のじ。ぬくもりそうね。そうそう、あとなんかちょっと、なんだろう、空気がさ、密封されるからさ、そう、その、なんだろう、風吹かないし。そうなんよ。なるほコーど。ドがね、すごい、サンタさんこたつくれるんだね。びっくりした。イスって一人っ子だっけ？そう、一人っ子。すごい。サンタさんすごい。私なんか、いつだっけ、小学校の頃にゲーム機が欲しいって書いて手袋もらった。なんか違う、滝野家のサンタさん基本的にゲーム機くれないんだけど、私があまりにもなんかゲーム機が欲しいって書くから、全然くれなかった。その後も？ああ、でもいつだっけな、いつか Wii を3人で1個くれた。ウィー ウィーよ、ウィー。ウィー。何が違う？ウィー。ウィー。ウィーじゃない、ウィー。あ、ウィー。何？初めて聞いた。書くと何？ウニちっちゃい。ういい？もらったんです、それを もう言わない。すごい。それを3人で1個。でもその年が最後だった。カセットかも。あ、カセットもねもらった。なんだっけ、スポーツ、テニスとかやるやつか。そう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 、もらったな。でも本当にそれ、なんか最後のクリスマスプレゼントねみたいな感じで3人で1個もらったか3姉な。妹。お姉ちゃんと弟と。ああ、そうなんじそう、でもお姉ちゃんがねサンタさんと一緒にねゲーム機買いに行ったよって言ってた。すごい。後々聞いた。 そうなのって。なんかサンタさんが何が欲しいかが分かんないからっていうのでお姉ちゃんと出てったんだって。全然知らなかった。いい話だ。いい話か。 いい話か。あ、三姉妹ではないと。確か、あ、三姉妹じゃない。3兄弟じゃない。弟だ。あと妹がいる。妹もおる。今小1かな。え、そう、すほんとごほんい。と。かわいい。4兄弟。4兄弟かな。何 一人抜かした。あ、自分 自分自分、あ、自分抜かしたかな。
え、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い。でもさっきも妹出て言わんかったくない？ああ、おった。妹です。妹がいます。あ、そういうこと？そういうことか。小一です今。そうなんじゃ。12月が誕生日だから、もうすぐ、もうすぐお誕生日。見よった、ニクちゃんの配信見よったけど、知ってる。なんで見てんの？なんで見てんの？めっちゃ本当に可愛いって思っとったんよ。なんかね、二次審査、うん、広島で一緒で、うん、なんかめっちゃ可愛い子がおったって言って、うん、お母さんに話しよって、うん、なんかそのなんだっけ、ショールーム審査の時もさ、うん、29番の子めっちゃ可愛かったですって言っとった。あ、なんかすごい言われたよ、あのみちゅがなんか29番の子が可愛いって話してるっていうのをすごい言われた、うん、なんか目がでかくて背が高くて顔がちっちゃかったって、目がでかいとか初めて言われた。でもなんか私の印象はなんかなんだっけ、8歳から歌とダンスをやってるので自信がありますって言ってたじゃん。あのなんか一言言いなさいみたいな感じの時に、だからえ、この子やばいって思ったやばい、この子やばいって思った。なんか8歳からそう、あの時は強気だった。歌とダンスって歌ってだから歌を習うっていうのがちょっとよく分かんなくて、その時はだからなんか歌とダンスでもなんかすごい歌とダンスを8歳から、いやあの子何歳と思ってそうすごいなと思った。へえと思って、うん、最強かよって。そうすごい、もうだからなんか怖かった。だからなんかなんだろう、私歌もダンスもさ本当に初心者だから、うん、なんだろう、でもなんか音感とかありそう、うん、あーなんだろう、なんだろう、聞く分はいいんだけど、うん、あの言う分はあ、大体わかるよね。そうなんかちょっとね、なんだろう、ちょっと歌をな習ってないのでまあなんだろう、うん、でもすごい未知の歌声はすごく好きです。ありがとう。あとあのそうだね、だからそのだからこの子怖いと思っててずっと、だからあのさ、あ最終審査のさ、うん、歌唱ってさ、あの剣ごとだった、なんかだから未知のあの大声ダイヤモンドも聞いたわけよ、うん、私は、うん、なんか本当に、ああ、8歳からやってるんだな本当にこの子って思ったあらすごいすごいと思って、うん、怖い存在だって。怖いっていうかなんかね、すごいと思った。だから私もだからミジの配信見てたよ。嘘、うん、やってるやってると思ってなんでそんななんかやってる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 と思って、あの子やってると思って怖かったんか、なんかすごいなと思った、うん、ねやってるお互い見てた。でも結構見とった自分。ああ、私も結構見てたな、うん、なんかあのカオタルとか、あ、見たハルルンとかも見てたし、見とった。あとあれだな、シナウドンちゃん、まあ見とったよう喋るなこの子と思って三四郎も見とった。ああ、三四郎も見てた。三四郎見すぎてなんか三四郎っていう呼び方がさ抜けんかった、入っても何ヶ月ぐらい、ここにね、うん、でも私も逆になんかカオタルからずっと一時期ニクちゃんって呼ばれてた最初。確かにニクちゃんニクちゃんって。だから私もなんかカオタルシミタルだったじゃんか、だからなんかシミタルみたいなカオタル。一休さんも見よった、こっこ。一休さんね、美人なのにめっちゃなんかおかしい人やなってずっと思って、目でかいなって思ってた。そうそうそう、ずっと。しかもなんか変な髪型しとったっけん、あのゆりとこうこはあの二次審査の時になんか集まってギュって集合写真撮ったじゃん、まあ、位置が近くって、うん、なんかだからすごいなんか知ってたから、うん、あやってるなと思って。見てさ、コッコはめっちゃ細いって思った。うーん、細い。トロブさんはさ、うん、なんか服装がさ、なんか、うん、なんだっけ、制服みたいな服着てきてからさ、いろいろ
大変だったよね。そのいろいろ大変いろいろ大変だったね。これは学校のですかみたいな言われて。言われてたね。イオンで買ってきたみたいな。めっちゃ面白かった。なんかあの集合写真の時とかも。エンブレム隠してくださいみたいな。そうそうそう。言われてた。めっちゃ面白かった。あとはなんかその割と二次審査に親がついてきて、うん、いたんだけどほとんど、うん、確か自分とコウコとユリかな、うん、は違ったら申し訳ないんだけどは親が来てなくって、うん、でも受かってその三次審査に行きますショールームをしますとかなんかこの映像を放送しますとかでなんか親の許可取らないといけないから、うん受かったの親に報告しないといけなくって、うん、で私お父さんに言ってなかったのね、うん、だからお母さんに言ってでそしたらなんかそういうのはお父さんに聞かないとねみたいな感じになって初めてお父さんが知ったすごいみたいな何言わんかったんじなんかなんだろうね普通に普通に、うん、なんか正直あんまり受かるとも思ってなかったし、だからうんなんか言っても分かんないかなと思って、うん、お母さんにもあんまり言ってなかったでもそっか二次審査受かったよ二次審査行ってきますぐらいすごいねあんたよく受かったねみたいなめっちゃすごいそれが今ではセンター様うーん様じゃないけど全然まあ、みっちお時間気をつけてね、うん、もうそろそろだね、うん、そろそろだ今何分だっけ57うんえ送った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 でも2つ目2つ目今送ってます送ってますほら始めがちな道、うんうん、送信中じゃあちょっと壇上を読もうかな、うん、第13位清田さんゆめりに会えた2日間が幸せありがとうこちらこそありがとうございますまた滝野のところに、ね、ぜひ来てください第12位杉谷さんありがとうございます第11位ネレッチさんありがとうございます第10位ネリバーさんありがとうございます第9位テルさんありがとうございます第8位ランマルさんありがとうございます第7位リアさんありがとうございます第6位トリダーさんありがとうございます第5位ノーさんユミに会えて本当に生きててよかった元気な源死なないでくださいねありがとうございます第4位がイキヤさんよいしょ夜行バスでパシフィコ横浜から島アクへ帰宅中島アク島根に帰ってるのかな島根の握手会に帰ってるってことでもどっちにしろ今夜行バスか気をつけて夜行バスでありがとうございます体気をつけて第3位ケイチさんありがとうございます第2位がハルミンさんありがとうございます滝野由美子神推しありがとうございますそして第1位がマーボーさんありがとうございますケイチさんとハルミンさんとマーボーさんありがとうございましたあとはエミチも今何分 ?59 あ、59じゃあ、はい、ありがとうございましたゆみちゅでした皆さん明日も頑張りゆみりりゆみちゅは今あの村だより送ったので、うん、ぜひ撮ってる人は見てくださいじゃあおやすみなさいバイバーイ